前書き40歳代からは注意せよ。40歳を境に、体力の衰えが目立ち、病気や不健康に悩む人が多くなります。それもそのはず。動物の寿命は、1子供を作るところまで、2子供が次の子を残せる生態になるまで、およそこのあたりです。それに比べると、人間はずいぶん長生きしている。ゆえに、 体に不具合が現れる期間が長くなるというわけ。でも、その期間をよりよく過ごす方法はないものかあの人は随分の年齢なのに、びっくりするぐらい元気。って人いますよね。同年代の人、例えば同窓会などの集まりで、私とあの人は何が違うんだろうと思うことも。最近は、講演会などで、 健康のお話をさせていただくことが多くなりました。話の最後に見せるフリップは、健康になる条件が整うと健康になり、病気になる条件が整うと病気になるとしています。健康も病気も、条件次第でいかようにも変われるのだと。しかし、その健康の条件というのが少々厄介。先ほどの40歳あたりを境に、 求め方のベクトルを変えないといけないということに気づいている人が少ないよくありがちな話100%大丈夫だからと他人から勧められて始めた健康法も自分には合わなかったその前も同じように失敗した勧める人も叱りです間違いないとか自信があるという人ほど事実を知らない人が多いいつだったか 絶対にに痩せますすを売りにする健康食品メーカーを批判するつもりでメタボリックか何かをテーマにした食の雑誌にこう書いたことがありますなぜか自然食品を売っている人に痩せ型タイプが多く健康食品を売っている人に肥満タイプが多いとそれが採用されてその雑誌に載ったら今度は読者から誰が調査したのかと編集者に。 苦情の電話があったそうで返答に困ったことを覚えています本当のことは慎んで言わなければなりません話を戻します病気の時とそうでない時の健康の求め方は全く違う例えばスポーツは体に良いとしても重病人が行ったらどうなるかぐらいは誰でもわかります そこそこ健康な人が日常的に行えることと半健康以下の不具合があるときつまり非日,日常時の対応は違って当然です体を解放に向かわせるには体が望むある種の信号が鍵になるところがその信号は意外にも小さいサイズ小さな巨人になっているというのがポイントそのあたりの事情を理解するには 生きる体の成り立ちを知るののが良い。体の中の力強い生命現象がなぜどのような時に働くか健康を取り戻すための方法は体の作り方いや作られ方にヒントがあったのですまた体は守備範囲ごとに自律性を持っていますですがこれを一つ一つ細めにわたって理解しなくてもいいと思う むしろ自分にとっては客観的な法則としてコントロールする術を身につけることの方が実利的です。あえて言うならば頭で覚えるというよりも体で感じ取る力です。最初に動物の寿命のことを書きましたが野生での寿命つまり人間で言えばおよそ40歳前後が健康的感性の増減を決める分岐点だと思っています。 健康や病気に対する感性が高まれば自在に健康を作ることができる驚くほど元気な人って光り輝いて見えますよね誰だってそうなりたい前半の章は生命の本質を探ることを中心に後半の章は方法論を中心に述べていますせっかちな気質の方は後半を先に読んで時間に余裕ができてから 前半をさらさらと読んでみると良いかもしれません誰にでも健康に生きる権利はありますさああなたはどのような健康を求めますか